どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。大変申し訳ございません。あのですね、まさかのドラフトとか、あとFA 宣言とか収録してできてなかったんで、本当に申し訳ないです。なんで今回はちょっとその収録できてなかった分の、補填ということで、改めてちょっと皆様にね、ご紹介できればと思います。その、新しく獲得した選手。まず、これ、摂津がですね、FA 宣言してたんですけど、結果的に残留という形になりました。そして、メジャーから帰ってきた大島選手。帰国した選手を獲得しました。3年契約です。でも、この能力で3年契約はむしろお買い得なんじゃないって思いました。そして、あとは、こんな感じで、いろいろ契約して、結構ね、その代わり、大きくね、首にした選手もいました。黒田さんとか引退してね、なんていう気がしますけど。あと、ディクソン、クルーズと、あとで、3年目が結構、主に3年目、2年目が多いのかな、この感じは。で、新しく1年目、安池。安池、これ彼は、今年指名しました。はい。まあでも、これはだから何位だったかな ?2 位、3位ぐらいかな。で、それで、あと、橋上。彼を1位指名しました。ね。大学ナンバーワン投手ということで、ね。ちょっと、頑張ってもらいたいです。もう先発の柱としてね、早速もう1年目からガンガン使っていきたい。そして、チャンス B だったんだ。今川。これからの成長に期待だね、これは。で、そして、小原。小原はでも、セカンドとしてね、いい選手指名したんじゃないかな。っていう気がします。これはでも、ね、やったです。やったなっていう。で、それで、俺、なんか、順序間違えたかな?これ、昨日の話か。昨日っていうか、前回の話かな?ちょっとごめんなさいね。ごっちゃになってて。まあいいや。で、はい。そして、久永はだって、あれ?そっかそっか、小原はこれもうすでに取っていった人か。これ失礼しました。なんかおかしいなと思って。今回投手を主に取りましたからね。ああ、失礼いたしました。そして、玉井は取ったな。玉井取ってね、勝ち運はでかいよね。使っていきましょう。ドクター K ということで。で、町田。町田ちょっとまあ、買い指名だったんだけど、フォアボール持ちは最後フォアボール消せるんで、うまく。だからそこは信じましょう。室田。タイピンチは素晴らしいけどね。フォアボール、またフォアボールも近いっていう。で、そして佐川。スタミナがあるから取ったまでです。そして安永。安永ってか、なんか久永となんかごっちゃになりそうだな。安久コンビみたいな。中継ぎ。スロースターター。でも中継ぎだからあんま関係ないのかななんていう気がします。あ、あれ?安永は取ったやつか、すでに。もうごっちゃになっちゃってわけわかんねえや。とりあえず取りました。はい、一番でかかったのは本当に FA じゃない、メジャーから帰ってきた大島がね、手に入ったのでかいですよね、本当に。なので、もう一番バッターとしてガンガン使っていきたいと思います。はい、ということになります。以上です。ちょっと申し訳ないですけども。あ、ドラフトで町田佐川、今川が、入団しましたと。焦りましたよ、本当にね、収録してたらね、まさかのファイルがなくなってるっていう。で、結構、自由契約。まず、荒井亮太さんが引退。石原さん引退。黒田さん引退。浅尾さん自由契約。で、それで、あと、柳瀬、寺原、井口、松井、内海、中田、メッセンジャー、森岡、高崎、健太郎、城仁田、能見さんも、自由契約となりました。ちょっと若いね、風をね、取り入れないといけないと思うんだよね、我がチームは。というわけで、自由契約選手。さあ、見ていきましょう。松井和夫。あー、リベンジャーズのチームね。選手。バード。あれ、バードって、いたよね。もともとうちのチームに。あー、でも落ちてるなー、だいぶ。うん。サファテ。中継ぎを抑えとして、でも、だいぶ来てますよね。鷹の守護神。メッセンジャーは俺が首にしちゃった。糸井さん!糸井さんでもこれ取るか?外野でも足りてるんだよな。落ちてんなー。何歳だ、今。糸井義雄。現在38歳か。ちょっときついか?38歳で9900万。でもなんか出し渋ってたらそれはそれでダメな気がするんだよな。チャップマン。チャップマンどうこれ。そんな、36歳。あ、でも、取るか。4勝9敗はしてるけど、でも、あ、怪我しやすいのか、その代わり。ちょっと考え、帰国予定だけど、全然なんか止めようと思えば止めてもいいかもしんないですよね。
現在足りてないのがパワーの、あ、ロペス。ロペスはポジション、これファースト？ファーストだね。ホームランバッターは獲得した方がいい気がすんだよな。36歳か、でも、もうちょっと若い選手はでもクビになんないか。そんなすぐには。栗山。あれ、おかわりくん。サードか、でも。うわぁ。買いな気もするな、でも36歳。難しい。今波。ジョンソン。ジョンソン。うわぁ、1億3800万。落ちてきてるけども、まだ、頼れる助っ人でも。あ、でも10勝してんのか、去年。10勝12敗か。迷うな。松山。さ、あ、でもキャッ、あ、そうか、俺キャッチャー欲しいんだよな、若い。あ、これどうしようか、契約しようかな。あ、でもチャンス F か。チャンス F か。まいったな。それがちょっと困るな。パワーは上がってるんだ。それ以外は下がってるけど。ゆっくりゆっくり。キャッチャーでクビになった人ってなかなか、あ、でも赤だ。キャッチャーファーストか。420万。で、あ、肩いいじゃん、これ、藤沢。早球悪いのか、その代わり。肩はいいけど。あ、スピーク帰っちゃうの？結果的に3勝7敗。いや、でも3勝稼いでくれたんだったら、ちょっとこれは、契約更改。残ってくれよ。頼むぜ。な、せっかく手に入れたんだから、いい外国人選手。コールドウェル。コールドウェル。なん、28歳でこれか。で、5000万買おうかな。あ、でも、軽い球一発フォアボール。赤能力が多いのが痛いな。じゃあ、キャッチャーは、せめてなんかこう、生え抜きが育ってくれればなと思ってたんですけど、なかなかちょっと育つのに時間がかかりそうな予感がするので、あ、でもキャッチャー5人もいるんだから無理に契約することもないかな。うん、生え抜きで頑張ろう。あるいはなんか外から取ってきた誰か。サファテ。うわ、いい。メッセンジャーは俺が首にした。糸井さん、9000、これで9900万か。左に弱いとはいえど、でも全然、でも外野は今10人もいるからいらないか。やめとこう。で、そして、チャップマン、帰国予定。チャップマンがだってね、あ、失礼。ちょっと今。机蹴っちゃった。36歳1年目。ナックルボーラーなのはいいんだよな。だからチャップマンって言うからにはもうちょっとスピードあってもよかったんじゃないっていう気もするんです。セカンドショートを守れる片岡。怪我しやすいんだな、これまたちょっと。ロペスは左に弱い。けど、でも巨人キラー。もう36歳か。どうしよっかな。何かでもやっぱ確かに走力ある選手ってのはなんか魅力的な気もするんだよな。今江さんでもサードは足りてるでしょ。外野が今足りてて、サード、ファーストって。ファーストで使ってみるかな。おかわりくん。でも36歳か。ちょっとなんかだから、後で後半がきついよね、そうなると。松本。また外野手か。またって言っちゃいけない。失礼な。ジョンソン取るか。バンデンハークも取ってもいいんだけど、これだって、まだ、ちょっときついもんね。この、ゆっくりだけど落ちてきてるから、これどちらで言ったら、ジョンソンの方がこれ契約できそう、いいような気がするんですよね。で、足の速い何かこう、でも、どの上、どうこれ、落ちてきてる？ゆっくりだけど来てるね。そこまでひどくはないか。でも外野なんだよな、その代わり。サカ選手。セカンド、でも取るか。よし、契約しよう。サカ契約。で、ファーストどうしようか。松山選手、ファーストできる？できるね。どうしよっか。CC の弾道さんはね、魅力的なんだよな。チャンスには弱いけど、よし、契約してみよう。で、それで、もっとしっかりとしたさ、なんかこう、ファーストいたりして。ショート、谷。谷 ?12 歳。なるほど。どうしよっかな。迷うな。大谷ってこれ、翔平じゃない方か。翔平じゃない方って言っちゃ失礼か、めちゃくちゃ。取ってみる。でもちょっとこれ、これは誰これ。ショート、セカンド、サードが守れる。
はあ、なるほどなるほど。ドゥリ、ドゥリトゥル。これファーストはあれか、なんか外国人選手を取るかな、下手になんかこう、あ、でも、オルブライト。オルブライト、でも33歳でこれはちょっときついぜ。ああ。なんかこう、本当にスラッガータイプの外国人選手を取りに行った方がいいかもしんないな。なんか発掘して、うまく。うわ、リードもだってこれ30歳落ちてきてんのか。衰えつつあるのはきつい。伸びつつあるんだったらまだ契約すっけど。でも大体伸びつつある選手は、そうか、クビにならないか。まずまず。ダレル。セカンドか、残念。ハーガス。チャンスに弱いのは痛い。コールドウェル。うわー、でも5000万でこれは買いな気もするんだよな。契約してみる。でも投手はいい。うん。若手を育てる年にします、今年は。よし。こんな感じでいこう。うん。OK。大丈夫、きっと。はい、そして、スピークがその残留してくれたね。よっしゃ、ジョンソン、松山、坂が。はい、契約。はい、よろしくお願いします。結構ね、今回、フレッシュになりましたね。え、松井が。おー、なるほど。井口、松井。メジャー組が、殿堂入り。おめでとうございます。はい、理由は、これ出てくるのかな、これ。おー、松井、和夫。普通書いてあるよね、なんかそういう、主な獲得タイトルなどか。おー、すげえ、ちゃんと鍋底って書いてあるね、最後。西武楽天鍋底と。へー。結果的には、だから、うわー、西武結構長かったんだなー、で、メジャー行って、楽天帰ってきて、で、最後、鍋底で、ユニフォームを脱ぐと。で、井口選手はこれは、あ、電動リュー、あ、二人とも2000本安打達成だからか。まあ、それはそうだね。大学で。あ、記録は、そうか、マリーンズが2008年。はい。そうだよね。で、それで、鍋底。井口はどっち、なんかこう、やっぱ大英のイメージがあるんだよね。僕のイメージ、勝手ながら。井口、そっかそっかそっか。はい。まあ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 。最後、よく頑張ってくれました。球児さんもだってね、電動入りして。さあ、3人電動が来ました。さあ、海外留学させようか、しっかり。留学生選択。伊沢が伸びたな、しても。伊沢はもう、これ、ガンガン使ってった方がいいかもしんない。で、僕はこれ、彼ですね。堀川はこれ、もう正捕手として使ってきます、これから。ただ、キャッチャー E がきついな。じゃあ、とりあえず、ここは今川をね、もうスラッガーに育てたいと思います。で、あと、どうしようかな、室田もなん、あと、キャッチャー育てよう、ひたすら。これ徹底で、あれだ、みんななんかこう、若いキャッチャーしかいねえな、そう考えたら。じゃあ、はい、鴨下。この二人で、はい。で、留学地選択で、これで見よう。野手は総力を中心にアップ。バランスよくコリアリーグにしようかな。はい。はい、じゃあ行ってらっしゃい。頼むぜ、成長。期待してるから。さあ、それでは春キャンプが始まりました。じゃあ、とりあえずね、起用設定していきましょう。ベストオーダー。せっかくね、石峰さん、外野っていう、大島使うでしょ、そりゃ。センター大島だろ。で、それで、レフト荒井に感じしようかな。外野こんなに恵まれてんだから。で、サードこれ、佐々木なんか別のポジションでなんか活かしたいな。せっかくこんなにいい感じなんだったら。っていう気がしちゃうんですよね。足が速いからサッカーを使ってもいいんだよな。誰かサブ文字変えるかこれ。コンバートさして。松山。松山外野で使って、よし、出すか。こうかな。カノさんもいいんだけど、ちょっと走力が悪いのが気になるんで。で、DH でそうだよ。バッティングのできる選手を引っ張ってきた方が、杉崎。プロ3年目。もう3年目か。どうしよっかな、これ。とりあえず、だから、まあ、1番大島間違いないとして、で、2番、どうしよう。2番荒井は、これはこれでもったいないんだよな。なんか、パワー B で、これですから。伸びてるな、しかし立派に。エドワードもちょっとなんか、怪しい。そろそろ年も、あれだから。
新井さんファーストで頑張ってもらってるんだよね、今のところ。サブポジファーストのなんかいないかな。もうちょっと頑張れ、若い力、ガンガン今回若い力使いたいと思ってるんで。やった、そうか、やった走力上がってるから20使ってみるかな、外野で。まあでも松井、うーん、中にはベテランもいた方がいいって思っちゃう自分もいる。でもなんかだいぶ前よりかは、なんか絵面が良くなりましたよね。なんか絵面っていうか、このなんかちょっと能力面でいって、佐々木でいこう、 DH。 うん、チャンスメーカーなのがいい。じゃあ2番佐々木にしよう。で、それで3番藤野よ、4番エドワード、で5番荒井だよ。うん、5番レフト荒井で6、あ、じゃあ、で、それで6番また荒井と。弟が先に引退しちゃったけど大丈夫なのかな。で、それで、クルーズが、でもこの下位打線っていうのもちょっと気になるけど、打ってくれるからな、クルーズも。どうしよう、クルーズ前に出すか。で、7番ファースト荒井さんしようかな。7番荒井さんってなんかすごい魅力、なんかちょっと贅沢な使い方な気がするんですけど。で、結構堀川も打てるから、松山、チャンス弱いか。逆境丸。まあでも、そしたらもうちょっと上げちゃっていいかもしれない。これぐらい？これぐらい。こうしよう。で、9番で堀川。よしよし。こんな感じで行ってみよう、試しに。うん。じゃあコピーで、はい。これで行ってみようかな。はい、OK です。で、それで1、2軍入れ替えで、野手起用法。あ、これは、あ、そっか。考えておこうかな。代打の切り札的な感じで、なんかやってくれそうな。これ、セカンド、セカンド今、クルーズが守ってるのかな？クルーズか。え、違う、ん？ちょっと待ってくださいね。投手起用。あ、マジで、やし。ベストオーダー。セカンド、クルーズか。そっか、ショート、エドワード。でも若い選手使っていきたいんだよな。小原とかさ、小原いいから、すごい。迷ってるんですよね、ここら辺が。とりあえずは、代打要因として、小原出しましょう。小原をいざという時に出すと。で、あと、カノさんがね、意外といぶし銀なバッティングするから、代打要因で使ってった方がいいよねっていう、まあ当然の話なんだけど、ダイソー要因で、そっか、うん、走力 B の、鬼崎さん。っていう感じかな、見た感じ。あとは、だって、ダイソー要因。ワッキーヤさんは、どちらと言ったらこれ、守備要因でしょ、だって。守備固め。あー、でも守備固めっていう、もうなんか F だから微妙なラインか。エラー持ちか。じゃあ外そう、残念ながら。まだ、ダイソー要因で、じゃあちょっと坂さんも使えるように、途中交代し、されやすくなる。されやすくなるのは、まあ、いっか、それは、それで。じゃあ今度は、じゃあ、投手起用法。スピークは、まあ、スタミナ限界。ジョンソンもスタミナ限界。ほう。橋上はね、結構勝利投手、取れるぐらいまで頑張ってもらってて、串田がね、これ軽い球さえとか、伸び F がなければいい選手なんだよな、なおさら。覚醒したからそれはいいけど。で、これ2軍、1軍2軍の入れ替えちょっと考えてみようかな。投手1軍登録。まだなんか使えそうな1軍選手、これ戸川、寸前罰か。いいんだけどね、なんかこれ、かなり。すごいなんか伸びてきてはいるんだよ、3年目、24歳。寸前罰か。そうか、そういう能力持ってんのか。梅沢、二神はこれ、11年目。ああ、使った方がいいんだよな。伊沢は、まあでも負けるのが嫌だ。節さんちょっと変えよっか。はい。二神さん出して。で、ディクソン。ディクソンは中継ぎと使った方がいいかな、これ。せっかくだって、もう外国人選手と、あ、でもそっか。そっか、外国人枠の問題か。どちらかと言ったら、秋野は、球速が伸びてきてる。でも先発オンリーなんだよな。コンバートも考えた方がいいかもしれないな。なんかその、感じとして。乃木コントロール良くなったな。でも球速ないから。難しい。金井。中継ぎか抑え。抑えはでも里達で頑張ってもらうから、まだ156キロ出るしね。江藤さん、えぬき。あ、でもだいぶ、そうだよね。だって、金戸さんもだってまだ、やれるでしょ。パー、待って、
投手ジョンソン、スピークジョンソン、ジョンソンがね頑張って勝って点取ってくれると思うんだよね本当に。あとはこの安い系にすっか、安い系でもコントロール悪いのが痛いな、フォアボール持ちで。安い系と誰か入れ替えるかこれ、いざという時は。でもスタミナがないんだよな、その代わり。戸川、これもフォアボール持ちか。でも出し、いざ、でも外、でも意外と伸びてきてはいるんだよな、ゆっくりだけど。まあ、いっか、とりあえずこれで、行ってみよう。うん。よし、野手一軍登録も、まあ、これもちょっと変えるとして、佐々木は出すよ、もう、ガンガン。若手。サード、誰と入れ替えようか、その代わり。入れてもいいのか、最悪。まあ、そうだわな。で、あとは、あ、でも、松山さんもちょっと入れ替えて。脇屋さん、ちょっと申し訳ないけど、下げちゃいましょう。はい。で、秋元、弾道1なのがちょっと痛いな。池谷、小坂、聖。まあこんな感じかな。高柳はもうちょっと伸びるまで待ってっていう感じで。おっしゃ。こんな感じでしょう。おっしゃ。まあ、じゃあ。投手起用法もまあ、基本はこんな感じでいこうかな。二神屋だ、うん。中継ぎエースとしても頑張ってもらってもいいのかもしれないけど、まあ、ここはじゃあ、最悪ビハインドでもいいよっていう気持ちで、うん。うん、基本はこんな感じでいきましょう。というわけで、次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。船？ちょっとマジか。わー！やばい、神戸港が破壊される。よいしょー！おー！ごめんなさい、神戸の皆さん。違うんです、そんなつもりは。あぶねえ神戸コードが全部壊される。止めろ。じゃあ攻撃出ないか。まずいダーシャットやべえ、神戸コードがセブンのせいでやられる。